お金持ちが絶対にやらないこと3選。まずは理由もなくお金を使わない。お金持ちはコンビニに寄っても無駄な買い物はしません。目的がない買い物はお金に対する感覚を鈍らせるんです。次に決断の数を増やさない。人間は1日に決断できる数を限られています。お金持ちは自分が何をすべきかを常に把握してるんです。そして夜更かしをしない。お金持ちは残業したり夜更かしをしたりと体に悪いことをしません。健康がお金で買えないことをよく知ってるんです。